どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はチャンギ国際空港にいて、今ねダイヤモンド修行をやっておりまして、ここから、チャンギ国際空港からオークランドの方までね、シンガポールのビジネスクラスで行きます。今ここまでねシンガポール航空で来て、ここからまたねシンガポール航空で行くんですけども、乗り継ぎで、何時間5時間ぐらいあるのかな、あるので、まあ、ちょっとねラウンジでゆっくりしつつ、行きたいと思います。ひとまずねちょっとねラウンジも結構ねプライオリティパスのラウンジ等々もあるそうなんで、ちょっとね散策しつつ、楽しみたいなと思います。それでは行ってみます。まもなくゲートに着きます。それにしてもこの空港むちゃくちゃ大きいですね。私初めてなんですけども、ちょっとびっくりするぐらい大きいですね。これがチャンギ国際空港なんですね。それでは A11 ゲートにね到着いたしました。やはりもうね手荷物検査を行っている人がいますね。それでは私も手荷物検査行きたいと思います、ね、こんな感じで皆さん並んでますね、それではね無事手荷物検査を終えました。こんな感じで内側と外側みたいな感じで分かれております。でね、この何ですか、制限エリアじゃないな、この手荷物検査を終えた後はですね、お手洗いはないんですよね。これクアラルンプールもそうだったんですけども、皆さんね利用される方は気をつけてください。なぜなら私が今すごいトイレに行きたいからですねトイレないんですよ、この何ていうんですか、手荷物検査を終えた後は。まあ、一応ね警告は書いてあると思うんですけども、私も見逃してしまったんでもうしょうがないですね。飛行機の中入るまでちょっと我慢したいと思います。それではねあと10分15分ぐらいだと思うんですけども、これでゆっくり待ちたいと思います。それではね搭乗開始しましたので行きたいと思います。ではね、無事に搭乗することができました。結構前のフライトと一緒ですね。777-300ER ですね。正直前回のフライトもそうだったんですけども、この飛行機の座席本当にいいんですよね。癖になりそう、本当に怖いですね。この広さ本当に広いですよね。もう一人並べるんじゃないかっていうぐらい広いです。それもちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そのぐらい広いです。ちょっとねフライトタイムがどのぐらいだったかな、フライトタイム結構長かったと思うんですけど、後ほどね、フライトタイムというともにね、お知らせもしたいと思います。まだね搭乗したばかりなので、しばらくね飛行機動くまで時間かかると思いますけど、待ちたいと思います。フライトタイムは、9時間ぐらいですね。ちょっとね行きの1個前のフライトでねちょっとこれをずっと見てフライトタイム見てたんですけども、30分以上遅れてたんで、まあ、9時間ぐらいと思ってていただいていいかもしれないですね。で設備なんですけども、まあ手すり自体はねそんな変わんないと思いますね。アメニティは靴下とアイマスクですかね。あとスリッパ色は違いますね前回と。
であとはコンセント類と、そうですね、で今ウェルカムドリンクが来ました。これはアップルジュースを選択してみました。であとは小物入れが1つかで、あとここはねこんな感じで鏡となっています。まあ約9時間のフライトね、楽しみたいと思います。でね、こっち側にこういう風にボタンがあって、まあ、これはリクライニングですね。これは何ですかね、知ってる方いたらぜひ教えてください。あとこっち、こっちはイヤホンジャックですね。こんな感じとなっております。いや、この座席だったら9時間めっちゃなんですね。間違いない。それでは飛行機遠くまでね、もうしばらく待ちたいと思います。シンガポールは夜の10時過ぎということで、もう真っ暗ですね。向かいにも、シンガポール航空の飛行機が止まってますね。それではね、飛行機が動き始めました。チャンギ国際空港ともこれでお別れですね。帰りにまた多分寄ると思うんですけどね、しばしのお別れとなります。これ夜の10時発なんで、食事は多分ね、明日の朝だけだと思うんですよね。ちょっと分かんないですけどね。で、トマトジュース、美味しいです。それではちょっとね、おそらく機内サービスはないと思いますけど、まだね明かりがついてるんでね、明かりが消えたらちょっと休みたいと思います。離陸して、30分ぐらいですかね。機内食、やっぱり夕飯と、朝ごはんですね、2回あるみたいですね。こんな感じです。ひとまずで、ね。
ちらちょっと何かわかんないんで食べてみましょう。ではいただきます。これは何でしょうかね。あ、まあ、魚っぽいですね。ちょっと何のお魚かわかんないですけど、お魚です。美味しいです。これはサラダですね。レタスとキュウリですかね。トマトジュースいただいてます。せっかく機内食をいただけるってなるとね、貧乏症ってやつですね。このサラダがすごい美味しいですね。これ何なんでしょう。ちょっと何か分かんない。毎回のようにちょっと何だか分かんない。でもとっても美味しいです。それではサクッと食べて、まあ、コース料理だと思うんで、ね、何品かは出てくると思います。それでは2つ目の食事が来ました。麺類ですね。いただきたいと思います。それではいただきます。チキン、ポークですかね。うん、日本の焼き豚みたいな、チャーシューみたいなものですかね。とっても美味しいです。これはチンゲン菜でしょうか。言えばいいんでしょうか。焼きそばみたいな感じなんですけど、味はなんか上にあんかけみたいなのが乗ってるんで、それの味ですね。まあ美味しいは美味しいです。これね、辛いソースみたいなのがつくんですよね。これを入れて食べてみます。そんな辛くなかったですね。辛いソースじゃないかもしれないですね。後味も全然辛くない。それではサクッと食べて、デザートがもしかしたらあるかもしれないですね。トマトジュース。デザートが運ばれてきました。アイスクリームです。それではいただきたいと思います。これ美味しいです。中にチョコレートがあって、歯応えもよく美味しい。ではデザートを食べて、あとまだ8時間ぐらいフライトあると思うんで、ちょっとね食べたばっかりで寝るのもなんなんですけど、ちょっと眠くなってきちゃったんで休みたいと思います。おはようございます。あとねフライトは2時間ぐらいのところで、電気がついて動きました。これから、
朝食のサービスがあるそうです。いや、やっぱりね、いいですね。ぐっすり寝ることができました。朝食が来ました。フルーツからですね、オレンジジュースです。コンチネンタルブレックファーストをチョイスしました。オレンジ、時間ということなんで、6時間ぐらいは寝れましたね。ぐっすりでした。でもまだやっぱり眠いですよ。でも朝食を食べてない人もね、ちらほらいるんで、寝てる人はまだ寝てますね。そりゃそうか。この便もちょうど夜の10時発なんで、一応離陸してちょうど11時ぐらいですもんね。このオレンジジュース絞りたてですね。粒々が入ってます。それでは次のメニューをお待ちしたいと思います。ヨーグルトとパン、クロッサンいただきました。ではいただきます。こういうヨーグルト、リンゴの刻んだリンゴが入ってます。美味しい。これクロワッサン、これ先ほどの瓶でも食べたんですけど、ちょっと先ほどの瓶美味しすぎてもう一回クロワッサンにしちゃいました。美味しい。いや、美味しいっすね。まあ昨日の夜食べて寝たんだね。すごいお腹空いてるからそうまでじゃないんですけど、でもパクパクで食べれちゃう。海外修行だと飛行機乗っては食べて寝て、それを繰り返すので絶対太りますよね。それもちょっと覚悟してます。どうしてもこのクロワッサン本当に美味しいです。ぜひ皆さんもシンガポール航空乗った際にはぜひ試してみてください。それではね、間もなく着陸となります。奥にね、もう島は見えてるんですけど、見えてますかね。あと2、30分で一応ね、ディスプレイのねフライトマップには出るんですけども、前回のフライトで残り30分で着陸したんで、ちょっとどのぐらい正確なのかわかんないですけど、もうそろそろで着陸となります。
それではね、無事ニュージーランドのオークランド空港に、ね、到着いたしました。海が綺麗ですね。飛行機が止まるまでね、もうしばらく待ちたいと思います。それではね、無事ニュージーランドオークランド空港に到着いたしました。今回も、シンガポール航空のビジネスクラスで約10時間ぐらいのフライトでしたね。とても快適で、本当にシンガポール航空の CA の方もね、とても親切に対応していただきました。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私 Twitter、ブログもやっておりますので、チェックしてとフォローしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。